油を使わなくても油と同じサクサクした食感が生まれると。バスケットを開けていただいて、このバスケットの中に入れたい食材、例えば唐揚げですと唐揚げを並べていただいて、一切油を使わずにそのまま投入します。で、唐揚げの場合ですと180度でタイマー13分。オランダの大手電機メーカーフィリップスが発表したノンフライヤーは、その名の通り油を全く使わずに揚げ物が作れます。最高200度の熱風を循環させて、食材そのものに含まれる油分を加熱、揚げなくても揚げ物ができてしまいます。揚げ油を使わないので、一般的な揚げ物に比べ最大8割の脂肪分をカットできるということです。2010年にヨーロッパで発売して以来、すでに世界40カ国で100万台を販売しています。ヘルシー志向の強い日本での販売は4月下旬からで、想定価格は2万9800円です。日本の家電メーカーも美容や健康を意識した家電に力を入れていて、今後の市場拡大に期待しています。